みともラジオあぜんぜん君のせいかもこの世界はまるで地獄だねあぜんぜん君のせいミートモロジオ。この番組は杉並の猫屋敷からお送りしておりますよ。どんな番組かと言いますと、このミートモのお話を聞いていこうと、そういう番組でございましてね。昨日は、何をしてたかと言います。昨日は特に何もね、ずっとパモンを作って何してました?人間の証明やってたでしょ?あれを見てましたね。で、途中で寝て、ね。で、夜中目覚めたんで、あ、これはちょっと見返した方がいい。で、いやいや、待てよ。もしかして Amazon プライムに、松田優作のね、人間の証明あんじゃねえかな、見たらあったんで、それを見直してたんですね。それもまた途中で寝て、どっちも途中で寝てるっていうね。さすが春。ね。春眠暁を覚えずですよね。だって春なんだもんね。そんなことしておりましたよ。他何かありました?何もないですね。真面目にやってみましたよ。なんかあったような気がするんだけど、何だったんだろうか。ねえ、思い出せないわ。何をしてたのかしら。ね。じゃあ、行きます?ん?そうですね。本当に思い出せないわ。なんかしてた?してませんよね。じゃあ行きますか。ね。ミーデさん来てますからね。だれだ。空の中に浮かぶ白い翼のガッチャマー。暇だ。どこかにアイドルの無線イベントはないものだろうか。いきますか。はい。じゃあ、1枚目のお便り、いきましょう。ね。いただいておりますよ。1枚目のお便りはどれですか?あ、これいきましょう。ね。はい。いただいております。花のある人生。あ、これで思い出した。ね、これを、いい加減、ね、売りに出さなくちゃ、ね。これだけ紙が違う。ね。あれ、ベースに、ね、並べとこうと思って、忘れてましたよ。ね、もうすっかり、ね、これは完全に、昔の僕っていうキャラクターになってしまいましたから。あ、そうそう。それで新しい僕を描いてたんすよ。ね。これやっぱいいね。こういうのがいいね。こういうのが。ね。ね。こういうのね。ね、これをやりましょう。ね、本当に。はい。ああ、終わっちゃうよ。はい。よいしょ。じゃあ、ね。任天堂の人が来てますから。
聞いてきましょう。はい、すぐ枯らしてやろうか、ね。こんにちは。ミートも公式ツイッターアカウントからやってきました。ねえ。はい。大きい声では言えないけど、私の秘密は、学生の頃、文化祭で女装コンテストに出て優勝したことがあります。へぇー。よいしょ。サンキュー。これ。なるほど。なるほど。ポコちゃんみたいだから。すごいですね。本人を知らないから、男でしょ。私はどんな資格を持ってるかと聞かれたら、電卓検定を持っています。と答えます。僕もね、いろいろなんか、農業簿記とかね、農業検定、起源物は、更新しなかったんで、取り扱い持ってたんですけど、なくなりましたね。そんなんありましたよ。今何しよる。ね。すごい。はい。私って、スーパーの検証で掃除機が当たったこと、が基礎かな自慢なんです。僕はあれですよ、検証といえばね、スーパーカップ。たけちゃん、りえちゃんたけちゃん、ありますよ。あ、すぐ、なんとね、すぐ出る。え、すぐ出るよね。検証で当たったやつといえばね。これは何でした？セガジャックって書いてます。サンキューフォーアクション。これも、テレホンカードですね。バーチャファイター2ぐらいの時のサラですね。あと、これね、パラッパラッパ。これもテレホンカードですよ。ね。パラッパとクラッシュバンディング。懐かしいね。で、これね。希代の名作ですよ。シェンムーの。シェンムーの、映画にもなりました。シェンムーのテレホンカードね。待ってください。あとね、これ、なんでこんなもん持ってんだろうね。不思議でしょうがない。エヴァの、愉快な仲間たちってね、エヴァの麻雀ゲームですね、これ。ね、なぜこんなものがあったの？誰が覚えているんだ？ね。あ、なんとね、これ、ガイナックスでしょ？ナディアもいますよ。ね、これ。これね、なんだっけな、サタンで出てたのかな？違ったかな？サタンだった気がするんだよ。ガイナックス。ね、懐かしい。そして、これね、なんだ、なぜこれが当たった、木村吉野さんでしたっけ？ね。サラサラのストレート。なぜあるんだっていうね。そして、これはね、これは買ったやつ。これはタイマーですな。小地味のタイマー。ね。これは買ったやつ。で、これが、スーパーカップ。ね。エースコック。ね。エースコックですから、ね。ずっと夢を見て、あれそれスーパーカップ？そうだね。安心してた。ベイビーミリバーソンで彼女は君のスーパーカップね。ほら、これはいいですよね。タケちゃんリエちゃんご機嫌テレビですよ。あ、それ違うね。タケちゃんリエちゃんねえ、ブロードウェイに売りに行きましょうかね。200万円ぐらいで売れるんじゃないですか。ね。いいですよ、これ。ねえ。これはいいですよね。ただね、ただね、あ、これ以上は言えない。これは本当に、これはいいですよね。ずっと夢を見て今も見てる僕はベイビーミリバーソンで彼女は君ずっと夢にさせてくれてありがとう僕はベイビーミリバーソンで
タイマーズですからね、歌ってたのが。ねえ、昨日は野木洋次郎さんの誕生日で。ねえ、はい。何でした？あ、検証ね。検証で、俺が当たりました。ねえ。あとね、荻野目ちゃんのコンサートも当たってましたよ。だから、あれは、何でした？あれはスーパーカップスター。ラーメンばっか食ってんじゃん、俺。ね。ラーメンばっかり食ってんじゃんね。はい、行きましょう。もうやめよう。これは私が考えた質問なんですけど。うん、何？ところで、ピーとも。うん。楽しんでますか？俺だけだよ。世界中でただ一人、ミートもこんなに楽しんでいるのは。ね。マジで。俺ぐらいだろ、こんなにミートもを楽しんでいるのは。マジで俺ぐらいだろ。ちょっと任天堂さんも俺に目をつけろってな。ですか？ほんとそうだよね。俺からもミートもをよろしくお願いします。そう、俺以外にいます？こんな毎日ね、誰がやってるんだと言いながら。こんなに楽しんでいるのに。あ、いますか？はい。ミートも公式ツイッターアカウントも見に来てくださいね。見てるよ。あ、ね。バイバーイ。それでは帰ります。ね。はい。じゃあ、いろいろ見ていきましょうか。どれがいいかな。原田ってあの原田かな。あの原田？あ、そうだ。よし、フレンド申請しよう。なんでこの時期に？ね。なんだろうね。なんか宣伝してたのかしら。今日誕生日、あれやっとこう。ね。どうすんだっけ。伝言ね。こっからいける。伝言を送る。ね。はい。いってらっしゃーい。あー、りんちゃんかわいい。ね。誰か来たよ。あ、ビールおかわりさんが来た。入れ替わりだったね。これ聞けるの？ごめんやすって。ね。はい。声が出てないよ、また。うん。うん、うん。前足を揃えるとか、あと、猫で。ね。なるほど。あ、止まっちゃってる。終わっちゃった。三つ指揃えてついておきますね。はい。ね。ところで、原田専門家の新年度の意気込みを。新年度の意気込み。なるほど。これ去年も答えてるんですね。来年度までかろうじて生き抜くことかな。ね。あー、このままでいいよ。ね。前と同じですね。うるせえ。ね。では。ね。はい。そんなとこで良きにしときましょうか。ね。うん。じゃあ、ね、招き消しの、ね、本当に、ね、全員可愛い、ちょ、ね、未来の僕は元気ですか？僕が夢に頼る明日は来ますか？頑張りすぎて、どうしたりしてませんか？いますか。ね。
いや、しかしこれいい写真だな、ほんと。二人で夫婦、時々一緒に、ね。これ何年前ですかね。いや、これはね、本当にブロードウェイに一回持っていきましょう。ねえ、いくつの時なんだろうね、たけしさんが。じゃあ、そうそう。で、これあの、通販してますから、ね。これも、ベースでやっておりますんで、ツイッター、ブログに、どこだかに、売ってますっていうのはブログに書いてますね。何卒よろしくお願いします。これをね、早いとか、重版決めてね、帯分を変えたい。ね。帯分を変えたい。今年の今年度の目標は、これ、それにしましょうね。波紋の歌ですね。はい。波紋の書籍を買ってください。波紋の書籍を買ってください。何とぞね、そんな感じですかね。今日もいろいろやっちまいましょうね。はい。